今日は私のような若輩者の話を聞きに来てくださってありがとう。抗議をする方だったのか。こういうのは初めてなので緊張してますが、ガチガチなのは多めに見てください。どうぞよろしく。今回タイムマシーンをテーマに話してほしいと言われまして、正直専門外なのですが、頑張って話してみようと思います。ほう、タイムマシンか。最初に結論を言ってしまうと、タイムマシンなんていうのはバカらしい代物だということです。異議あり！タイムマシンが作れないと決めつけるのは早計だ。オカリン、無茶しやがって。まあ、はい、いいですよ。ディスカッション形式の方が話も弾むでしょうし。でもその前に、私の考えを話させてください。これまで世界中の科学者たちがタイムトラベルについての理論を提唱してきました。主な理論だけでも11に及びます。中性子星理論、ブラックホール理論、高速理論、タキオン理論、ワームホール理論、エキゾチック物質理論、宇宙ひも理論、量子重力理論、セシウムレーザー光理論、素粒子リングレーザー理論、ディラック反粒子理論、でもそれらの理論はいずれも仮説の域を出ません。場合によっては11個の中の別の理論によって否定されているものさえある。では12番目の理論が発見されたとしたらどうかな。
13番目の理論によって否定されるかもしれませんね。ちなみに未来へのタイムトラベルなら今すぐにでも可能ですよ。アインシュタインの相対性理論によればね。例えば今すぐ羽田空港に行って、そこから沖縄行きあたりの飛行機に乗ればいい。目的地に降り立った時、その人は10億分の1秒くらい私より未来に進んでいる。移動する速さが高速に近づけば近づくほど時間は遅く流れる。それが相対性理論ですから。極論を言えば、光と同じほどの速さで走ることができたら、流れる時間はその人だけ半分になるわけね。24時間その速度で走り続ければ、周囲では48時間が経ったことになるから、丸1日分、未来へ飛んだことになるんですよ、鳳凰院京馬さん。それはへりくつではないかな。そうですね。では過去にはいけるのかな。過去にだって今すぐ行けますよ。夜になったら望遠鏡で空を覗いてみてください。何万年も前の光を見ることができるでしょ。それもへりくつですよ。今までのは前置き。例えば実際に皆さんが体ごと過去や未来へ行くことができるようなタイムマシンを作るには、まず何が必要か考えてみましょう。代表的なところだと宇宙紐理論かワームホール理論かな。宇宙紐というのは、超巨大な質量を持つ紐みたいな形のひび割れです。ひびの幅は素粒子と同じぐらいで、長さは最低でも銀河系と同じくらいと思っていただければいいです。
これは巨大な質量であるがゆえに時空を歪める性質を持っているんです。その歪んだ時空を紐を中心にあなたがぐるっと一周すると360度以内で回りきることができる。要するにワープみたいなことができるということ。これ時空の角度欠損って言います。角度欠損しているところを通過すると、そこは欠損しちゃってますので、通過時間はゼロになる。これを応用して、宇宙紐が高速に近い速さで運動しているとき、相対性理論により、宇宙紐の時間は周囲より遅くなるから、歪んでいる角度欠損の領域を通過すると本来ゼロだった通過時間がマイナスになる。つまり通過後の方が過去になっているわけで、2本の宇宙紐を使って空間欠損ジャンプを行い、元の地点まで周回するように戻ってくると、ちょうど周回を開始したのと同じ時間に戻ってくることができる。ざっくり言っちゃうと、それが宇宙紐理論によるタイムトラベルです。ちなみに誤解しないでほしいのは、宇宙紐理論は超紐理論とは別物ということです。というわけで、宇宙紐理論で過去へ行くために用意するものは3つ。その1、宇宙紐。これは2つ必要です。あ、ちなみに宇宙紐って生まれたばかりの宇宙にしかないという仮定なので、探すのはかなり骨が折れるかも。その2、仮に宇宙紐を見つけてきたら、それを光に近い速さで運動させるためのエネルギーが必要です。銀河と同じ長さのひび割れを光並みに加速させるにはどのくらいのエネルギーがいるんでしょうね。少なくとも1.21GW 以上なのは確かです。その3、宇宙紐があるところまで行って戻ってくるための宇宙船。タイムトラベルする人はこれに乗らないといけません。どうです、鳳凰院さん、宇宙紐理論でのタイムトラベル挑戦できると思いますか？宇宙紐理論には挑戦したくないようですね。だったらもう一つ例に挙げたワームホール理論はどうです？こちらは宇宙紐理論よりはもうちょっと現実的かもしれません。ところで鳳凰院さん、ワームホールってどんなものか知ってますか？空間に開いた抜け道のようなものだろ？ええ、
つの穴があって、それはトンネルでつながっている。トンネルは通過時間ゼロで通り抜けられる。2つの穴がどれだけ離れていてもね。だけど、ここで残念なお知らせ。ワームホールのトンネルは超重力がかかっていて、開通すると同時に潰れちゃいます。だから、かかる重力を無効化するために何らかの細工をしなくちゃダメなの。いわゆるエキゾチック物質。これはマイナスの重さを持つ物質で、重力に反発するんです。こうやってむぎゅーっとグーを作ってる状態がワームホールのトンネルです。ここを通るためには、手の中に私が握ろうとする力に反発する何かを作ってむぎゅーっとできなくしないとダメということですね。エキゾチック物質を注入してワームホールを安定させれば、瞬間移動は可能になります。でも、タイムトラベルをするにはそこからもう一手間必要。ここでは仮にワームホールの入り口側の穴がこの秋葉原に、出口側にある穴が LA にあるとしましょう。まず、LA にある穴を光に近い速さで宇宙の果てまで飛ばしちゃってください。そして、果てまで行ったら、すぐに LA に引っ張り戻す。相対性理論により、光の速さで動くと時間は遅く流れる。LA に戻ってきた穴は、秋葉原にある穴よりも過去にあるということになります。というわけで、その状態で鳳凰院さんがワームホールに飛び込んだら、数年前の LA に行けるでしょう。でも、この時点ではまだタイムトラベルをしたことにはなりません。疑似的なタイムトラベルです。いわゆる浦島効果ね。重要なのはこの後、LA から秋葉原にもう一度ワームホールを通って戻ること。そうすると、その通過時間はゼロなので、鳳凰院さんは数年前の秋葉原に戻ってくるわけです。これでタイムトラベルは完了。ワームホール理論に必要なものは宇宙ひもより楽ですよ。その1、ワームホールそのもの。この宇宙のどこかにもしかしたらあるかもしれません。見つけた人はまだ誰もいませんが。その2、ワームホールの穴を光並みの速さで宇宙の果てまで往復させることのできるエネルギー。その3、エキゾチック物質。ちなみにこれ、実在は確認されてません。バカらしいと最初に言った理由は分かってもらえましたか？タイムトラベルの理論はどれも思考実験です。それらの理論からでは、
実際にタイムマシンを作ることはできないということ、それが私からの回答です。もっと簡単なものはないんですか？例えば机の引き出しを開けるだけで使えるものとか。ないですね。結局現代の物理学じゃそこが限界。10年後にはどうなってるか分かりませんが。それに仮にもっと簡単に過去へ行ける方法が発見されたとしても、実際に行けるとは限らない。因果律に関する根本的な問題が解決されていませんから。タイムパラドックス、質量保存の法則。質量保存の法則を宇宙のようなマクロレベル、あるいは原子や素粒子などのミクロレベルの仕組みに当てはめるのは誤りです。あれは化学反応に対する法則でしかないから、現代物理学においては全く成立しない。無から有は生み出せますから。では何が問題となるのかね。タイムパラドックスはタイムパラドックスでも、親殺しのパラドックスの方です。パラドックスの解が導き出されない限り、タイムトラベルは実現できない。絶対に。殺さなければいいんじゃないの？そんな単純な問題じゃありません。 SF 映画と同じように考えるのはとても危険です。あなたが消えるだけじゃ済まされない。矛盾が生じることは因果律の崩壊、相対性理論の崩壊、さらにはこの世の全ての物理法則の崩壊を意味するのよ。パラドックスは理論上の思考実験に過ぎない。現実に起きることはないし、起きてはいけないことなんです。だからたとえ 0.00001% でも起きる可能性のあるどんな行動も絶対に実行には移せない。そう考える方が自然じゃないですか。多世界解釈や自己無矛盾の原理っていう抜け道もありますが、個人的にはファンタジーすぎると思うので認めたくないですね。あっ。